1896年の表紙へ、ジンプリチシムスは、ドイツの社会風刺週刊誌、文芸誌である。パリで活動後、ミュンヘンに移ってきた出版社主、アルベルト・ランゲンが1896年4月に創刊した。1944年から1954年の間、中断し、1967年まで出版された1964年からは、 各週慣となった。使名は六百六十八年のグリーンメルスハウゼンの小説、アホー物語から取られている。この雑誌に作品を載せた芸術家には、トーマスマンや、ライナーマリア・リルケをはじめヘルマン・ヘッセ、グスタフ・マイ・リンク、フランツィスカ・ツー・レイ・ベントロー、ヤーコップ・バッサーマンといった文学者や、ハインリヒ・クレー、アルフレート・クービン、オット・ー・ニューケル、ハインリヒツルといった、 美術家がいる。風刺的な記事もドイツ当局からあまり厳しく規制されることはなかったが、1898年に皇帝、ビルヘルム2世紀の風刺的な表紙絵を掲載したことにより雑誌は没収され、写手のランゲンはスイスに5年間亡命し、罰金が課せられた。挿絵画家のトーマス・ハイネは6ヶ月の懲役、飛行者のフランク・ベーデキンとは7ヶ月の判決を受けた。 1906年にもルートビヒトーマが記事の内容から逮捕され6ヶ月間投獄された。このような紛争は雑誌に注目を集めさせ観光部数のピークは8万5000部に達した。第一次世界大戦が始まると戦争遂行に協力するようになった。その後のドイツにおける社会に対する風刺や批判はジョージ・グロスやケーテ・コルビッツ。 ジョン・ハート・フィールドというような芸術家が担っていくことになった。ワイマール共和国の時代にも雑誌は出版され続け、左翼、右翼勢力の過激な行動を批判する立場であった。ナチスが次第に権力を握るようになると、シンプリッシムスで活動する芸術家や作家に対して攻撃や脅迫を行ったが、観光は禁止されなかった。ユダヤ人の編集者、トーマス・ハイネは、 辞任を余儀なくされ、追放された。アルノルト、ガルブランソン、テニーといった美術家によって1944年まで出版が続けられた。第二次世界大戦後、1954年に復刊され1967年まで出版された。ありがとうございます。